運動会の合間に体育座りをしている幼稚園児たち。体育座り体育座りは座法の一種で尻を地や床などにつけて膝を立てて揃え両足を両腕で抱える姿勢の座法地域によって体操座りや三角座りなどの故障もある。体育座りは両膝を揃えて曲げた状態にして膝頭を手で抱え込むようにする在姿勢である。 足をクロスさせることもある。また、地面の状態が悪い場合には右足を一足長を後ろに引いて、かかとの上に体重をかけるような姿勢をとることもある。体育座りが集団行動で一般的に用いられているのは日本の教育現場のみと言われており特殊な財宝とされている。文部科学省の体育における 集団行動の手引きに体育座りの方法と図が掲載されている。ここでは集団行動様式の一つとして姿勢の項目の中で腰を下ろして休む姿勢として示されている。体育座りはしゃがむ姿勢より前後方向の安定性が高く、下り斜面でも安定して座れる姿勢である。実際、滑り台を滑る姿勢の一つは、 体育座りから腕を解いた姿である。左右のバランスは、膝や足を若干離すことによって安定する。体育の集団行動において、着席とそれに類する、腰を下ろして休めや、腰を下ろしましょう、座ってくださいなどの号令で体育座りの姿勢を作る。解除の号令は、起立とそれに類する、立ちましょうや、立ってくださいなどである。 この座法は日本語で一般に体育座りと呼ばれることが多く、ついで体操座りが多い。さらに方言や局地的なレベルでは各地に様々な呼び方があり、この座法の時に脚部が取る形に着目して、関西地方には三角座りと呼ぶ地域もある。また、お山座りと称することもある。体育座りは、 姿勢の自由度が低く、異在よりも腰痛リスクが高まりやすい可能性があると指摘されている。体育座りは腰への負担や座骨への刺激が生じる姿勢であり、負担が大きいと指摘されている。そのため、体育座りを廃止するよう求める意見もあり、自治体によっては過度な苦痛を強いない座り方を指導しているところもある。 日本の学校教育で体育座りが行われるようになった期限はよくわかっていない。1965年に文部省から学習指導要領を補足する集団行動指導の手引きで取り上げられたことで全国の学校に浸透したと言われている集団行動指導の手引きでは体育座りは腰を下ろして休む姿勢へと解説されている期限について 明確な記録はないものの、児童や生徒には長く起立させたままでは、貧血を起こす者がいることから、学校の集会などで長時間起立を維持できない者に、腰を下ろさせたことに体育座りは始まるとされる。体育座りが、学校教育で定着した背景には、朝礼等の集会における、起立性低血圧による、転倒防止のほか、 安定して地面に座ることができる姿勢であること、場所を取らず狭いスペースに他人数が座ることができること、両手を組んで座るため手遊びがなくなることなどの理由があるとされている。体育座りは子供の体に負荷がかかるということから、教員や専門家からも子供の体に負担の少ない座り方を導入すべきという声が出ており、膝を抱え込む座り方は、 内臓が圧迫され腰への負担や座骨への刺激もあり、長時間座らなくてはならない場合は負担の多い姿勢の一つであると指摘されている。海外では主に奴隷や囚人に行わせていた座り方ではあるが、一般的な教育現場ではほとんど行われていない。文部科学省の集団行動の手引きでは、集団行動の様式だけを取り上げて形式的に指導したり、 必要のない場面で、確一的な行動様式を強要することは決して、望ましいものではないという留意事項が明記されている。また、文部科学省は、体育の授業などでの座り方として、体育座りが絶対ではないとしている。また、微低骨痛で病院に通う生徒も存在しており、そのことから、規則や決まりがないにもかかわらず、生徒に体育座りを強制する。 行為自体に批判の声がある。ありがとうございます。